こんにちは、レオです。今午後6時、夕方6時、明るいでしょう。北の方にあるからやっぱり明るいですよね。6時、7時、8時回ってもまだ明るい。多分大体9時ぐらいまでこんな調子で明るいのが、バンクーバーのこの季節です。でね、また今日もこうしてカメラを担ぎ出して外に出てきているわけなんですけれども、今日何があるかというと、こっちで結構お世話になった、明宏くんの、僕の友達のね、この間も飲みに行ったばっかりなんですけど、送別会があるということで、ちょっとメインストリートっていう駅のエリアのバーに、向かおうと思います。もう6時スタートなんで僕すでに遅れてるんですけども、ごめん、今からダッシュに向かって、飲んでこようと思います。でね、ちょっとね、今日話聞けるか、あるいは今度おいをまた日を改めてっていうことになるかわかんないんですけど、こう彼3年間今日ぐらいこっちにいて、こっちで就職して、その後日本に帰るっていうことなので、どんなカナダ生活を過ごしたのかっていうことをインタビューしたいなと思ってます。じゃあ行ってきます。送別会のことを英語ではファーウェルパーティーと言います。結構有名だからね、ご存知かもしれませんが、僕日本を出るときに会社の同僚に、ファーウェルパーティーをしてもらったんですけど、その時僕はファーウェルパーティーという単語を知りませんでした。今はちゃんとファーウェルって何か分かるようになったということで、一つ成長かなと思ってます。実際ね、成長がいいよ準レギュラー、なんで回し、お疲れ。出た。お疲れ。あ、いい感じ。めちゃめちゃいい感じ。あー、もうぼちぼち飲んで今アキロについてます。お前ら出たがりすぎだろ。来ました。いい感じで飲んできました。と、はい、いうことで明日の自分にバトンタッチ、イエーイ。はい、ということで明日の僕です。意味わかんないね。明日のレオです。1日経ちました。で今日はね、昨日送別会終わった秋広くんに、インタビューをして、あいつが帰る前にインタビューしようと思ってるんで、彼の元にやってきました。ということで仕事してるけど、ちょっと話を聞こうと思います。はい、ということで、ここはカナダプレイスじゃないか、なんて言うんだろう、コールハーバーの港の近くにやってきました。早速ね、帰国直前の明宏にインタビューをしていきたいと思うんですけども、意外とニヤニヤすんな意外と付き合いはこっち来てからまあ長くなったというか、割と過ごした時間も長いというか、一緒に同じプロジェクトをして、まあ、日本史のちょいちょい YouTube でもやってるけど、馬酒
とかジャパニーズ酒ラバーズっていう、まあ、こっちで日本酒のコミュニティをやったりイベントをやったりってことを一緒にやってきた仲間なので、うん、そんなアキロと過ごした時間は長いんだけど、うん、今まで YouTube 向けにあのインタビューをしたりとか、うん、っていうことはなかったからだからあのだからこそなんかにやけちゃうんだけどこう改まって話を聞くみたいな。そう、俺から見ててアキロが こっちに来て、まあ、同じぐらいの時期にバンクーバーに来て、うん、で、アキロが仕事をゲットしてで仕事の中でやってきたことっていうのが多分絶対役に立つなと思うから、まあ、いろいろ話聞きたいなと思って、うん、帰る直前のアキロを呼び出して、話を聞かせてもらおうというようなことでインタビューをします。ありがとうございます。ということで、まあ、いくつか質問があるんだけど、まあ、まず一つ目があのやっぱり皆さん何も知らない感じなので、うん、あのまずすごい普通のことから聞こうと思って、こっち来て3年強になると思うけど、はい、その3年強の中でどんなことをやってきたのかっていうことをざっくりまず教えてもらっていいですか？そうですね、まあなんか後半は特にそんなに喋ることないんですけど、うん、まあ初め、バンクーバーに来て、2ヶ月語学学校なんかカレッジの、付属の語学学校を2ヶ月通って、でその後にカレッジのマーケティングのコースを2ヶ月取って、うん、で計4ヶ月、学校に行きました。で、まあ、目的としては普通に英語を全く喋れなかったので、うん、英語を勉強するためにとりあえず4ヶ月は行こうと。で、その後に、まあ、その後というか最後の1ヶ月学生時代の最後の1ヶ月とちょっとを就職活動に使って、でそれで無事就職することができて、でそこからそうですね、もうずっと3年ほど今の会社で働き続けてるっていう感じですかね。うん、最初のほんと4ヶ月間だけ学校行って、うん、いきなりフルタイム。そうなんかね、ほんと賭けみたいな、うん、やり方だったんですけど、まあそもそも、あ、どうぞどうぞ。もうちょっと詳しく言うとどういう仕事をしてる今？今は、まあ、デジタルマーケティングスペシャリストっていう名前の、まあ、一応、ポジションで、うん、まあ、やってる内容としてはウェブを使って、うん、まあ、マーケティングをやるっていうところをやっていて、うん、例えば、まあ、よくある、Google AdWords の広告の運用であったりとか、まあ、Facebook、まあ、そのデジタル系のそのプラットフォームの広告の運用と、うん、あとは SEO とか、うん、ソーシャルメディアのマネジメントは僕は直接やらないんですけど、うん、あとはオーガニック系でいうと、あとはウェブサイトの改善、うん、まあ、メインは、まあ、問い合わせを増やしたり売り上げを上げたりっていうところをやってます。で、まあ、それに関わるところで、結構データの分析を、うん、やることも多くて、まあ、結構そうですね、あの幅広くやってます。ウェブマーケティング関連で、そうですね。で、働いてる会社自体がそんな大きいチームじゃないんで、例えばこの間あったのがそのメディアバイ、まあ、広告の買い付けのプランニングと、あとはまあ実際に買い付けとかをするんですけど、もちろんその中に Facebook の広告とか Google の広告とか、もうそのプランの中に入ってるんですけど、それだと、まあ、ちょっと弱いんで、例えばその業界誌に、直接連絡を取って、うん、なんかそのなんだろう、広告を、出せたりできないとかできないかとか、あとは紙面の部分、ああいうそういうなんか業界誌ってあの毎月とかで、うん、なんかそういう、マガジンを出してるんで、まあ、そういうところに広告を出したりとかっていうところまでやります。なので結構広告全般見ますね、うん、あとラジオとかもやったことあるし、うんうん、なるほど。あんまりこうマーケティングチャンネルでもないから、うん、あのそっちの方に詳しくは今のところは深掘りしないけど、はい、単純に聞いてて、あの今の聞いた話でも、そのメディアバイングするときに広告の交渉するときに英語で当然するわけじゃん、うん、こっちのメディアの広告担当と、もちろんね、ってことはかなりその英語でコミュニケーションする仕事だよね、うんうん、なんかそうですね、それを言うとめちゃくちゃなんか英語ペラペラ喋れる人みたいに思われると思うんですけど、案外そんなことなくて、なんかコミュニケーションって結構なんだろう、シンプルというか、その、まあ、抑えないといけないポイントは抑えて、で、あとは、まあ、変な話なんだ、電話、まあ、そういうの、そういうところとやり取りするとき大体スカイプとか電話なんですけど、で、後でメールでフォローアップ入れれば、まあ、その話もあったりとかするんで、
結構それこそそのスカイプとか電話って顔が見えないから。スカイプは見えますよ。確かにスカイプは見えるか。電話だといきなりこう相手が何、いきなり電話したりして相手が何言ってんのかなとかならない、うん、もうなります、なります、うん、なんかなるけど、なんか電話で言うと、うん、逆になんだろう、ごめんちょっと電波が悪くてとかって言って何回も聞き直したりとかできます。なんか、うん、そういう トリックがあるんです。そうで最悪ちょっと電波悪いから、うん、もう本当何言ってるか分かんない、もう分かんなすぎるときはもうなんかテキストでやり取りするっていうのも、うん、まあまあありかなと、うんうん、基本はじゃあ話しちゃった方がコミュニケーションとしては、うん、基本は早い、基本は早い、やり取りがちゃんとスムーズに、うんうん、そう分かんないところは聞き直せるし、そうそうそう、うん、あとはまあ何にでも言えることですけど、なんだろう、準備をすればするほど、うん、なんかその何のことを言ってるのか分かんなくても予測できるんで、やっぱり準備に時間をかける、うん、まあ、特に初めの方とかはもうこうなるであろう全ての可能性を先に考えて、うん、でそこからなんか電話に臨んだりとかもしてたんで、うんうん、まあ、準備すれば結構案外うまくいきます。うん、なるほどね。結構いきなりこう仕事の具体的な深いところに行ったんだけど、あの、まあ、日本でもそういう仕事をやってきた、そう似たような仕事をやってきたよね。そうですね。なんか日本にいた時はもっとなんかそれこそ SEO とか、うん、そうだな、なんか SEO にむしろ特化してて、それ以外のソーシャルメディアとか広告の運用とかは実はやってこなくて、うん、まあ、その辺は今の会社に入って勉強してって感じですね、うん、なので、まあ、どっちかというと広がったみたいな感じ。うん、こっち来て領域が広がった、うん、そう、うん、そのじゃあちょっともともと聞きたかった別の質問に行くんだけ ど、はい、まあ、日本でそうやって仕事をしてきて、うん、似たようなところ領域だけど結果的に拡張したような仕事、うん、業務領域になった、その仕事を、うん、たった4ヶ月しか行かなかった語学学校の後に、うん、ゲットできた秘訣、うん、あの個人的にはいろいろ聞いてるんだけ ど、まあ、改めてちょっと教えてもらって。そうです、なんか別秘訣っていうと、うん、なんかその秘訣というほどでもないんですけど、うん、まあ、本当にやったのは、まあ、行動量を多くして、うん、あとは何だろうな、まあ、最終的に僕がその言語のコミュニケーション能力なくても仕事できるよっていうことをまあ示せばよかったんで、うん、でその2つですね。で、まあ、1つ目の行動量のところで言うと、うん、まあ、本当に当たる先を増やせば増やすほどまあ確率は増える。もちろんそのここはダメだろうっていうところはもちろん除くんですけど、それでもやっぱり、数を増やした方が可能性があると。就職、あ、レジュメを送る企業ってことですか。そうですね、うん、でなんかいろいろやったんですけど、それ以外にも、うん、で最終的にやっぱりつながったのは僕の場合はレジュメを送るっていうやつでしたね、うん、それは多いってどれぐらい多かったの。ね、全部合わせると、うん、いくらだったか、71とか73とか、うん、トロントの会社にも送ったし、US には送んなかったのか、多分トロント、バンクーバー、あとは、まあ、バンクーバーっていうか、あのあれだ、BC 州、そう、ロアメインランド、あ、まあ、この辺のとこですね、まあ、あと日本の、なんだ、海外の、外資系の仕事を紹介してるようなやつとかもあったりし、そことエージェンシーとかも連絡取ったりとか、もう取ったんだ、ダメでしたけどね。レジュメをだからレジュメを送ったのが70じゃなくてアプローチしたのが70ぐらいで、あ、レジュメ送ったのが70で、それらはまた別ですね。あ、じゃあ別のやり方はまた別にさらに、そう、なんか多分数を増やすっていうところで言うと、なんかそうですね、なんかいろんな可能性があるんで、それをまあ思いつく限りとりあえずやってみたいな。なんか俺が自分で就職活動した時のこととか考えると、うん、まあ、俺は最終的にはまあ友達とかそのつてで就職したんだけど、うん、まあ、でも一応どういうところ就職しようかなとか悩んだ時期ってあって、でその時ってあのなんか、まあ、そもそもどこにアプライしていいかなっていうところで悩んだし、そのリスト、リクエアメントのリストがあるわけじゃん、うん、こういう条件です、はいはいはい、こういうことを入ったらやってもらいますみたいな、うん、これに自分が本当合ってるかなっていうふうに考え始めちゃったら、うん、なんか70件も100件も送れないじゃん。無理です。だから今例えばもし就職活動やり直して70件送るかっていうと送んないです、うん、あのその理由がその初めに就職活動した時の目標が、うんうん、まあ、英語を使ってマーケティングをするっていうところで、うんうん、まあ、変な話
こっちの会社であればほぼどこでもよかったっていう感覚だったんで、多分そういうアプローチになったのかなと。じゃあその中にはそのマーケティングをするエージェンシーもあれば、企業ブランド企業側で、マーケターを探してるとこね、そこに不安はなかったの？自分は自分これできるかなみたいなのなかったの？不安はありましたけど、でももうそんなこと言ってても始まんないんで、あのそうなんかね、結構それを聞かれることも実は多くて、まあ不安でしたけど、なんだろう、不安だからって言ってやんないと一生できないと思うんで、むしろなんだろう、やったからこそなんかできるようになるみたいな。でしかもなんか向こうがこいつダメだと思ったら、あの雇わなければいい話なんで、決めるのは向こうで、なんかそこを決めるのは多分僕たちじゃないな。とりあえずアプローチして、で、まあ、向こうが何かを見出してくれて雇ってくれるってことはやっぱりなんだかんだ言ってまあできるレベルに達してるんじゃないかっていうことだね、うん、まあ、プロベーションもあるからね。だからもうある意味そこの判断は向こうに任せて、そうです、ね、お前が判断しろっていうことで、そうそうそう、自分は自信持ってできるっていうってことよね。そうそうそう、そこ結構やっぱ日本人足りないところだからさ、なんか、まあ、よく言う、自信が、あの日本人自信、まあ、俺が就職するときにいろいろアドバイスされたのは、なんかやっぱ日本人全体的にその面接来ても自信が足りなさそう、自信がなさそうに見えるから、なんか何でもできるって言いなさいってアドバイス、なんか多分自信がなさそうに見えるっていうか、多分すごいなんだろう、ポライトというか謙虚、丁寧、丁寧すぎる、いい人すぎる、なんかポライトって何か正直みたいな、なんか正直っていうか、なんか多分日本語でのコミュニケーションと英語でのコミュニケーションって、全く違うレベル、そのカジュアル度が違うんで、日本語的な感じでいくと、なんだろう、やっぱりちょっと引き気味感がやっぱ出ますよね。あとはそう、なんかそれがまあ一つ目で、二つ目の、どうやって自分が仕事できるかっていうのを見せるところっていうのが、提案書を作るっていうことですね、なんか変な話、英語ができなくても多分多少書けるはず で、で提案書を出して、これがなんかなんだろう、実力ですみたいな、これが僕ができることですっていうのを出しちゃえば、例えば面接でのこのコミュニケーションが全然うまくいかなくても、あ、こいつの言ってることは正しいし、まあ、こいつ自分がやってることを分かってるみたいな、って思ってくれ、まあ、思ってくれっていうか、まあ、そういう説得ができるんで、それをやりましたと。なんでまあまあその2点ですね。もうちょっと詳しく提案書について。提案書について、提案書っていうのは、まあ、俺は聞いてるから知ってるけど要するにウェブサイト、その会社の向こう側の就職受ける側の会社の、ウェブサイトとかを分析して、こう改善してあげたらいいよっていう提案書。そうそうそう、だからなんかいろいろツール使って、まあだからどれぐらいかかったんだろうな、そこ面接してくれたところに、一応全部作って、で今回というか決まったところに関しては多分なんか 3,4 日ぐらいかかりましたね、全部 3,4 日、作るのに。まあね、本気でやったらかかるよね。かかりますね、あとは英語っていうのもあって、これなんて言えばいいんだよみたいな。そう、今だったらもうちょっと早くできると思うけど、まあ、そうですね、まあ、当時だったら、今だったらまあ4時間以内にはできます。かかったね、成長したね成長しました。その2点、量と、まあ、ざっくり言うと量と質だよね。そうですね、まあ、なんかいろいろそれに行き着いた経緯があって、多分まあ誰もこのやり方を進めないと思うんですよね、っていうのもまあまあ頭悪そうだし心折れそうだし、なんかでもやっぱり自分のその時の英語力を考えると、それこそジョブディスクリプション読むのも時間かかるし、結構かかったし、それを理解してカスタマイズしたりとかってするのも、なんかやっぱ時間かかる、で自分でやったとしてもやっぱその頃って文法とかボキャブラリーに不安があって、その英語なんかカナディアンの友達にこう直してもらってっていうこの別の工数が入って、今送らないといけないのに、それが例えば今晩になるとか明日になるとか、っていうのになることを考えると、やっぱりもうとりあえず出して出して出して、もう新しいこう、求人が来たら出して出して出して、で連絡が来たらそこから時間を使う、って感じですね。なんか
あの日本で営業っぽいこともしてたじゃん、うん、営業してましたよ。そうだよ、だから なんだろう極めて営業っぽいアプローチの仕方だと思うんだけど、その就職活動って。そうですね。あのなんかなんだろう、必ずしも全部真似する必要はないと思うけど、うん、実際俺は、ま、その70社受け応募することはしなくて済んだけど、うん、でもその質の方の提案書は、うん、もうその技2回使ってるし2回使って2回とも仕事ゲットできてるし。あ、素晴らしい。やっぱりその熱意見せたりとか、うん、自分の熱意とスキル見せるためには一番簡単な方法だし、うん、で、もう一個付け加えるとすると、そのネタがあるから、話すネタがあるから、もちろん自分が用意したことで面接で それで勝負できる、 そのボキャブラリーで勝負できるっていうのはめちゃめちゃでかいよね。もうその通りですね、うん、だから向こうが質問してくるのを待つと、やっぱりどうしても分かんない質問とかボキャブラリーが出ちゃうけど、うん、そう提案書ベースでやると、あ、うん、多少なんか分かんなくても、あ、これのこと聞いてんのかなみたいな感じで、うん、こっちがもう変な話、その場をこうコントロールできるというか、そうリードする、うんうん、感じになるんで、超いいですね。ちょっと話戻ると、その量と質の部分で、みんながこういうふうにする必要はないと思うけど、でも俺思うのは、その70社受けて、うん、で、そういう一部の本当に行きたいところには提案書を作って、うん、受かった人がいるっていう、その4ヶ月しか語学学校行かないのに、うん、でワーホリだったよね、その時に。就職してからワーホリに変えました、うん、っていうビザの状況なのに、うん、受かったやつがいるっていう、マイルストーン、マイルストーンというか、そういう一つのロールモデル的なロールモデルがあるわけじゃん、うん、でそれってなんか、根性出せば、で小さい会社から大きい会社いろいろ受けたら、うん、根性出せばいけるっていう一つの形であって、うん、そうですね、で、なんかそれって一つの、なんだろうな、指針、うん、自分の中で支えになるじゃん。で、うん、でじゃあそいつよりこいつよりうまくやればいいわけじゃん、うん、そうそう、いや本当その通り で、うん、なんか僕みたいなやつでも就職できたんだから他絶対できるはずなんですよ、うん、でもなんかできない理由っていうのを考えた時に、やっぱどうしても新しい環境、言語も違うし、来たての時って結構心折れますよね、うん、なんか何かと、そう、例えばなんだ16歳ぐらいのこれぐらいの若い子がなんか言ってんの全然分かんなかったりとか、うん、なんだそう、なんかホストマザーに怒られたりとか、そう、ね、うるせえみたいな感じで怒られたりとか、なんかやっぱそういうのが積み重なって、あ、やっぱ無理だったんだって気持ちにやっぱなっちゃうし、なっちゃってたし僕も、でまあそれでもやっぱりね、せっかく来てその目標を達成しないといけないなっていうのがあって、でそういう意味では良かったですね。行動してれば、なんだろう、まあ、ちゃんとやってるって自分でも思えるし、うん、なんか進んでる感じがしますよね、うん、まあ、そんな感じでじゃあ就職しましたと、うん、でその後3年間働いたわけでしょ。そうですね、長かったよね。長いそんなに働くと思ってた？思ってなかった。なんかもともと当初のカナダに、まあ、カナダに来る前の当初の目標がワークビザを取ることだったんですよね、っていうのもその理由として、ワークビザって結局その会社からこうサポートしてもらうもので、まあ面倒くさいと、お金もかかるし、でまあそんなことをしてまで雇いたいって思われるっていうことは、まあ一つに、何だろう、自分が価値をこう提供できてると、お前が必要だって思われるっていうことの一つの、まあ、指針だと思うので、そこを目標にしてて、で期間的には、1年か2年、1年だったかな、1年で考えてたんですね、初め、で1年ここにステイするってこと、仕事するって、1年ステイだったんですけど、やっぱどう考えても無理だったんで、でまあまあそれで2年に伸びて、まあ、最終的に3年で3年半に伸びたって感じですね。でワークビザ自体は、就職してからだからちょうど1年目ですよね。1年目に一応ゲットできて、うん、でまあそこで当初の目標は達成だったんですけど、そのワークビザをサポートしてもらう過程、その申請の過程に僕も、まあ、入ってたんで、うん、その書類集めたりとか、うん、でもう隣でそのボスがそういうのやってるのを見て、うん、あ、これはもうなんか出た瞬間に辞めたいなんか言えないみたいな、っていうのがあって、でそこからまた結局2年ぐらい働くことに、うん、まあ2年というか、そこからそっか2年ぐらいか
働いたって感じですか、ね、ワークビザ取るのにエージェント使わなかったもんね。そうなんかね、うん、使った方がいいですよ本当に使ってください。普通は、エージェントとかにもサポートしてもらって、で会社、そう、まあるいは会社が多分大きければ人事部とかがその慣れてる、移民に慣れてるけど、うん、多分それで言うとちょっと話がそれるんですけど、うん、大きい会社って基本的にビザサポートしないと思っていて、うん、そうなんかだからむしろそれを知ってる人事部はダメっていう、もう外人を雇うのダメみたいな、なんかそれこそ名前忘れたけど、どっか大きめのエージェンシーからそのフォンインタビューゲットできた時もができたことがあって、でその時にやっぱビザの話が結構早めに出てきて、それを言った瞬間に OK Thank you Bye ガチャみたいな、そうなんかそういうのがあって、そのもう本当にこのバンクーバーでマーケティング、うん、まあ、もしくはまあ近しい業態でワークビザサポートしてほしいってなれば、やっぱり中小、まあ、限りなくそうですね、ちっちゃい企業、多分メンバー数的には10人からなんか30人ぐらいの規模のところが多分いいと思います。で何の話でしたっけ。でも待って、そのまま話流れで言うと、うち200ぐらいいるけど、うん、そうだからそれがすごい、それがすごい、そうで多分、うん、もしかしたら CEO が移民とか、うん、そういうのはあるかも。なんか そっちをサポートしたいと思ってる、うん、会社を探せれば、うん、まあ、割と中規模大規模の会社でもいけるかも、うん、本当に大規模は確かに雇う必要がないから難しいけど、 うちみたいに、まあ、スタートアップだけどぼちぼち大きくて、うん、そうね、CEO がこう、うん、多様性にすごい関心があるとかだと、うん、割となんか力入れてる可能性があるから、そうですね、だからもう本当にその話を聞いた時は、そういう会社もあるんだと思いました、うん、っていう一つの事例、うん、はい、何の話だったっけその前ビザの中規模がどうとかマークを取った、そうビザの申請が大変だったって話ですよね、うん、そうビザの申請が大変で、まあ、1年あ、そう、もうすぐ帰るの申し訳ないから、うん、もうちょっと長くいようという話になっ思って、うん、でそこから2年いてみたいな感じかな。あ、そう、雇わなかったって話ですね、エージェント、うん、そう、エージェントを雇わなくて、なんでかっていうと、まあまあどこの CEO もそうだけど基本ケチだから、うん、まあ雇わないと、うん、でもまあ雇った方がよくてっていうのも、あの、まあ、多分エージェントにもよるんですけど、大体のところがその結構指示してくれたり、そのこの書類が必要、この書類が必要、この書類が必要っていうのを、まあ、ちゃんとアドバイスしてくれて、なんか場合によってはこう書類を作ってくれたりとかもして、でその辺の手間が一切ない。で結局自分たちでやってもうなんか100時間以上は余裕で使ってるんで、そのことを考えると絶対雇った方がいいし、雇わずにそのなんだろう、本当暗闇をこうやって歩いてるような感じでやると、やっぱりすごいずっと不安なままだし、で余計時間かかっちゃうし、う、ね、な、本当いいことない。すごい分かりやすく言うとさ、結局明宏日本に一回帰んなきゃいけなくなってじゃん。そうそうそう、一回帰んない、ビザが、ビザの問題で、 その問題切り替えとかいろいろで、そうそう、あれ帰る往復でさ、まあ、10万かかってるわけじゃん、うん、単純に飛行機代だけで、そうですね、でそれ雇う、まあ、雇うの10万じゃ雇えないけど、うん、でもまあ20万ぐらいとかじゃないの、ワークだったら多分違うから2、30万ぐらいかな、ワークだと多分分かんないですけど4、50ぐらい、あ、もう行く、あ、そうなんだ、多分分かんないです、調べてないけど PR で3000とかだったら多分 PR の方が簡単だと思いますよ。そうなんだ、うん、数が多いから、うん、っていうかなんか多分カナダのワークビザはその会社側が出さないといけない、その会計書類とかなんかそういうのが結構多くて、それがめんどくさい。だから僕ら側、そのサポートしてもらう側はほとんど何もしなくていいんですけど、なんかその会社側が国から雇っていいよっていう許可をもらって、それがあればあとはそれをアップロードして終わりみたいな感じなんで、うん、まあじゃあ雇っちゃった方がいいよね、楽、そう、みんなが楽、そう、まあでもそれ自分で費用をカバーできる人はいいけど、結局会社次第でもあるよね。そうですね、うん、僕も結局一銭も出してないんでうん、そう、そうだよね、だから難しいですよね、うん、うん、そう、そっか、それ以来ビザは困ってないの？一回ビザ取っちゃったら
そっから2年間は、ワークビザがずっとあって、更新自体はその大変じゃない、大変じゃないんだはず、やったことないけど2年間のワークビザ、2年間のワークビザ、あ、そうなんだ、うん、じゃあそれが更新されるタイミングではまだはいなかったの、そうですね、それが今回ってこと、今年ですね、今年じゃない、来月、来年の1月、あ、そうなんだ、あ、そこそこ、じゃあまだそこは余裕があったんだ、全然余裕あります、え、そんだけまでしてビザを提供した社長は、うん、秋広が辞めると言って何て言ってたの、え、泣いてましたよ、本当に泣いてた泣かれたし、はい、それ見て俺も泣きそうになったし、あとはまあなんか本当になんだろう、自慢話になっちゃうんですけど、なんかやっぱり辞めるっていう話、まあもともと辞めるっていう話をしてて、そのインタビューの時から、なんかその、まあ、ここにいるのは英語でマーケティングをやるためで、まあ、帰るよみたいな話をして、でまあまあでもいざじゃあ3ヶ月後に帰るってなった時に、もうそこからなんか週1ぐらいでミーティングみたいなのがあって、これだったらどう、あれだったらどうみたいな感じ、給料めっちゃ上げるよとかなんかいろいろあって、そう、まあでもそうですね、首を横に振り続けて心を鬼にし、こっちの会社で割と露骨にそ、今のすごい美談をさ、すごい嫌な言い方するけどしてくださいじゃあ美談は美談でいいと思う、うん、美談っていうかそれはすごいいい社長だなと思うし、うん、そう、いい信頼関係だったんだろうなと思って、でなんか全然違うこともあって、こっちの会社ってすげえ露骨にその辞めるっていうと引き止めでめちゃめちゃ給料が上がるとか、うん、あるいはなんか逆に転職しないと給料が上がらないとか、はい、そういうのすごいあるよね、ちょっと話変わっちゃうんだけど、転職もそう、なんかこっちの周りの人を見てると、うん、やっぱり給料上げたかったら転職ですよね、だからそれがないとなんか数百万単位での年収アップ多分ないんで、うん、そうだよね、でどんどん上がって、なんか役職も上がってっていうのが、そうなんか そこまでいかないとなかなか、うん、上げてくれない感がある、ね、そう、特にその大体アニュアルでレビューとかするわけじゃん、その1年間ごとに自分の、うん、自分が何やったかとか、うん、でもそういうところでもちゃんと言わないと、うん、なんか向こうから上げてくれないし、そうですね、基本的には交渉が必要なところはあるよね、うんうん、僕でもなんかだから多分僕の働いてた会社は一応カナディアンの会社だけど多分特殊で、うん、僕一回も給料上げてって言ったことなくて、でも上げてくれて、で言ったらもしかしたらもうちょっと上げてくれたかもしれないですけど、そう、なんかわかんないです、そっか、そういう多分特例もある、あとは CEO とかなんだろう、まあ、他のパートナーとかと、うん、まあ、直接なんかやったりすることが多かったり、部分もあって、うん、あ、でもそっか、作ったかな、アニュアルじゃなくてうちはあれなんですよね、四半期、うん、クォーターごとで、まあまあワンオンワンって言って、うん、この1対1のこのあれがあるんですけど、まあ、それで確かに、うん、その話はしたかな、そういえば、でもなんかそれにめちゃくちゃ時間使ったとかはない、うん、なるほど、そう、ちょっと眩しい感じになってきたよね、あっちの方で、あ、僕いいですよ、サングラスかけていいですかダメ、だから一旦まだね、俺英語の話とかちょっと秋広の英語習得術とか、うん、そこら辺も結構なんだろうな、英語4ヶ月しか語学学校行かなかった割にというか、うん、もう割にどころか全然普通にめっちゃ喋れるようになってる秋広に英語の話も聞きたいから、ちょっと場所を移して動画も、後編として、引き続きインタビューをしたいので、 OK です、一回場所を移しましょう、で場所を移す前に仕事の話として最後に、うん、3年間総括して、うん、こっちの会社で就職してみた経験と日本の会社での、まあ、働いてたの比べて、うん、まあ比べてどうというか、うん、まあこっちで就職することの良さとか悪さとかあれば、まあ、ちょっと短く教えてほしいな、めっちゃ長くなってもいいですか、短く教えてほしいそうですね、まあ大きな違いはこっちの、まあ、特にこっちで一緒に仕事する人ってカナディアンだけじゃなくて、うん、結構ヨーロッパから来てる人とか、うん、あとは、まあ、ブラジルとかあの辺南米っていうの、ブラジル南米、うん、から来てる人もいて、オッケー、うん、で一概にカナディアンだけではないっていうのがまず1点なんですが、うん、カナディアンはみんなあんま真剣じゃないんで、
仕事に対して、うん、舐めてる人が多くて、うん、でそれこそなんだろう、まあ人に本当に人によるけど、ほとんどの人がまあまあ責任感弱い日本人の人よりもやっぱ弱い、まあまあそうですね、仕事を真剣に、まあだからなのか分かんないですけど、正直そんなになんかレベルが高いとも思わないですね、うん、それが違うところ、うん、あとは何かあるかな、まああとは、まあ、本当に、なんだろうな、まあまあそう、あんまやる気ない、あと日本だと結構いろいろなんか上司部下関係があって、うん、それはいい部分悪い部分あって、うん、悪い部分としては何だろう、まあ、コミュニケーションが取りづらいみたいな、例えば上司と部下にしちゃうと、うん、あれした方がいいこれした方がいいとかっていうのはなかなか言いづらくなる。でもこっちは結構もう本当フラットなの全員、うん、社長だろうが誰だろうが、まあ、フラットで、で、いいんですけど、それはだからコミュニケーションとかしやすい、仕事もしやすいけど、ほっとくと全く成長しないんですよ、うん、レベルアップしない、はい、だから本当自分で時間を作って、うん、ちゃんと勉強しないと、うん、まあもうなんだろう、全然ダメなままだし、逆にその日本にいたら上司があれしろこれしろって言って勝手に言ってくれるから、うん、新卒重視と、日本だと新卒重視、うん、こっちだと新卒でもそのなんか実績なり これやってきましたっていうのが求められるっていうのも多分似てて、その全部セットじゃん、うん、ないって俺は思ってて、その日本はこっちってなんか新卒っていう言葉ありますけど、なんかそういう日本のあの概念じゃないですよね。じゃない、全然違う。そうだから日本の教育システムはねすごいす、なんか教育というかあの新卒のシステムは僕は本当素晴らしいものだと思います。なんかそれ本当ないんでこっち、うん、なんかそう自分でインターンシップやったりとか、うん、フリーランスやって経験を積んでフルタイムの仕事に就く、うん、まあもちろんだから卒業してすぐ就職じゃなくて、例えば1年ぐらいも就職できない人とかもいるし、うん、でも日本だったらいい会社悪い会社あれど、まあもう全くの未経験でバンって入って、でそこで勉強して、うん、まあ、仕事のスキルをつけて、うん、っていうのができるんで、そうだね、なんかあとはそういうのもあって僕ぐらいの世代、うん、だいたい29、僕がまあ来た時に25、6とかあったんですけど、あれぐらいの世代でいうと周りの大体のカナディアンよりもまあレベルは高い、その仕事のレベル、うん、仕事力のレベルは高い、うん、なんか、うん、と思います。割と年齢高い時まで人生を青春を謳歌してる人も多いしね、うん、そう、まだ30になって普通にヒッピーやってますみたいな、うん、いるもんね。そう、なんか いいとこでもあるけどね、うん、でもビジネスとしてはね、うん、あかん、ちょっとまぶしすぎるから閉めよう。え、閉めちゃうんですか。一回閉めよう、次のところに行こうということで、後編ね、動画的には多分明日か明後日ぐらいにちゃんとアップしますんで、その英語の内容を、彼に聞こうと思います。ということで一回、本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。次も見てね、バイバイ。